ってことはその営業っていうのは言語じゃないんじゃないかと。中国のカルチャーを知らないやつが企画も立てられるわけないし、中国では有名な工業媒体に売れたんですよ、うん、その巡航が巡航が、うん、高山さん、はい、インパクト強すぎや。今日のゲストですね、すごいの来ましたよこれ。まさか来てくれるとは思わなかったんですけど、メッセージしたらですね、心よくぜひとのことで今日来ていただきました。送りバント代表取締役社長の高山さんにお越しいただきました。どうも高山です。高山さん、はい、インパクト強すぎや。いや、ありがとうございます。いや、暇だったんですよ。暇だあ、だから OK した。今日これ決してここで着替えたわけじゃなく、これで、いや失礼なこと言わないでください。私服もそんなに失礼な言い方するのやめてもらっていいですか。いやいやいや、ウエスタンハットもかっこいいし、これ余裕で道歩いてたらね、人は見るでしょうし、警察ならちょっと声かけられたりしません、はい、警察はよくよく、やっぱりか、特に中野なんで、はいはいはい、あるんですけど、これとかあれですからね、ちゃんとこのセーターを買ってきて、はいはいはい、こういうの作るんですよ。直し屋みたいなところが高円寺にあって、で腕のいいところがあるの。いや、こういう例えばこのちょっと色の変わってるところとか、そう、ツイードのやつでとかやってくださったら、はいはい、こういうのがいいんじゃないですかとか言って、で腕のいいところがあって、それで古着屋で買ってきて、はいはい、それをわざわざ仕立てて、うんうん、みたいな。一番の俺のお気に入りの服です。、はい、今日じゃあ一番の一丁ラベってください。しかもこれあれですかね、うん、ナイキジャパンの陸上シリーズっていうニットがすごい少数で出てる、はいはい、でこれ自体すごい価値のあるものなんですけど、それがたまたまあったんですよ。ずっと探してて、うん、でやっと買えたっていうのが先月ぐらい。先月ぐらい、はい、最近やな。最近もこればっかし来てます。ああ、なるほど、はい、それで ここも買えてるんで。そう、ここもだから世界に一つだけですね。もちろんです。M サイズとかだったら着れないから、うん、でも買ってきて。M サイズだと着れないけど、確かに。これ大きくしてみたいな。はいはい、なるほど。そう、生徒に対してすごい失礼。あ、ごめんなさい、すみません、ゲストに対して失礼いたしました。失礼しました。はい、特に高山さんツイッターにしても何かあったらすぐバズる人なんですけど、今日はもう来ていただいて、はい、実はこのチャンネル、はい、キャリアのチャンネルでして。そうですよね。はい、今日は大したキャリアもないんですよね。いや、他で高山さんいろんなメディアとかで、まあ、取材とかウェブ記事もしてましたけど、そこでは聞かれてないような話を中心に、はい、していきたいと思いますので、ちょっと真面目になるかも今日。あ、分かりました。よろしくお願いします。はい。はい、で今東証一部に上場しているアドウェイズグループの子会社の送りバントの、社長として、今やられていると思うんですけど、はい、ちょっと、昔に、巻き戻しをして、大学卒業後は投資用不動産の会社に入社と。はい、そうです。それ なぜまたそこで入社を決めて、そこでは どういう仕事されてたんですか。そもそも、はい、その4年の時点で卒業見込みもないし、うん、で大学も本当にもうエフランもエフラン大学で卒業見込みもないから、うん、当時飲み屋で働いてたから飲み屋でそのまま働くか、はいはいはい、まあ、当時つけた彼女って今の神さんなんだけど、その神さんの実家が養豚場だったんですよ。で養豚場で働くか。地元どこですか、養豚場って。ね、俺で大学群馬だったんですよ。はいはいはい、そうですね。これだけなんかね、不動産とか先物取引とか、うん、そっち系のやつだけだったら別に卒業見込みやらなくてもいくらでも内定なんか出してくれるんですよ。まあまあまあ、まあ、確かに別に、確かにそうじゃないですか、すぐ辞めるんだから、はいはい、でもまあ1回ぐらいちょっと経験しておきたいなと思って、飲み屋は、まあ、いつかやるだろうなと思って、で養豚場さすがにちょっとなんか何の因果か分からなくなっちゃうからやらないんで。因果か。それはそれででもね、面白そうですけど、まあ、それはそれであったんですけど、まあ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 、不動産に入ったんですよ。そこで何年ぐらい仕事は、どういう仕事は、いや電話行く、もう電話行くで、アポ取って、はい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 、要はなんか机の上立ちながら電話とか。あ、そうそうそう、ちゃんと立ちながら電話とか、はいはい、うん、もう本当言えないようなことがたくさん言えないような、本当にバカみたいな会社でした、はいはいはい、夜の12時とかに集合休憩って言われたことあります。12時に休憩ってなんだよ、はいはい、って馬鹿じゃないのみたいな会社でした。だからもう、はい、20年前とかですよね、つまり。そう、20年前、ちょうど20年前です。時代だ。いや、そういうとこ行って4年半いて、その後に、はい、もうまさに今も引き続きいらっしゃるアドウェイズに入社っていう感じだと思うんですけど、はい、なぜまたアドウェイズで。いや、そもそもその不動産会社は初日からずっと辞めたかったんですよ。入ったその日から。入社式からずっと辞めたかったんですけど、ギャラはいいじゃないですか。あ、給与ね、給料はその時の間も、はいはいはい、半端ないから、うんうんうん、売れてれば、うんうんうん、だけどずっとなんて言うんだろう、本当は映画がやりたかったんですよ。映画ずっと好きだから、映画とか音楽とか、うん、広告とかそういうのやってて、映画会社順に電話してたけどどこも入れてくれなくてとか、どんどん落ちてったの。それで映画の媒体行って、うん、記念春とかダメじゃないですか、うん、記念春とか映画表とか入れない、はい
はい、からわけのわかんないあの昔アイモードとかだったような映画媒体ちっちゃいのあったじゃないですか。ありましたね。みたいなのとこもダメで、うん、結局なんか代理店みたいな風に流れてってアドウェイズになったんです。アドウェイズその時に岡村さんも面接して、うん、Excel とか、うん、Word とか、うん、PowerPoint とか、うん、できますかみたいなチェック項目とかに全部嘘書いて、はい、できるとか書いて全くできないですけど。ちょっと待ってよ、16年前とかですかね。つまり15年前ですもん。ってことは、はい、アドウェイズが上場した直後、直後、戦後のどさくさっきみたいな感じどさくさっきどさくさっきに紛れ込めた感じです結構その人も募集してたんですね、引き続き何とか入ってて、うん、で、ほら岡村さん営業マンじゃないですか、うんうん、で、たまたま面接したのが岡村さんとかその営業上がりがいたんですよ、うんうんうん、もっと俺なんかより悲惨な境遇な先輩とかいて悲惨な境遇やめなさい。そういうのがいたからなんかなんとなく紛れ込めたって感じ。あ、岡村さんの面接どんなんでした？いや、ちょっと覚えてないけど、うん、岡村さんが好きな逆境ナインっていう映画が好きって書いてあったんですよ。ほう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 。逆境ナインってなんか9回に130対0とかで負けてんのを、うん、しかも全員選手倒れて1人なのに勝つみたいなはいはい、はい、そういうバカみたいな映画なんですね、はいはいはい、で、あ、こういうのが好きなんだとかそれ見てたから、うんうん、あ、なるほど、こっち系の人だと思ってこっち系の人で俺ももうそっち系ですよ。そっち系でグイグイ行きましたよ。で、全部そのインターネットのやつはExcel とか、Excel って俺実は今でも使えないんですけど今でも使えないって白状してますよね、確かにちゃんとウェブで。で、Excel とか、うん、全部使えますみたいなチェックフォームに書いて書いて、で、それ採用されて、そこからアドレス入って、はい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 、はい、今その16年いらっしゃると思うんですよ、はい、途中であの中国支社、はいはい、上海アドウェイズの営業統括の本部長になると、まあまあ、子会社のね、子会社の、はい、それって、まあ、いわゆるその世の中的に言えばあの抜擢だと思うんですけど、はい、それなんで高山さん抜擢されたんですか？まず中国に行きたかったんですよ。ほうっていうのはさっき映画好きって言ったんですけど、うん、特にね香港映画がちゃんと好きなんですね。僕らの世代ってそのジャッキー・チェンとかブルース・リーとか見て、でそっからずっと見続けちゃった人っているじゃないですか中学生ぐらいとか高校生ぐらいでやめるけど、ずっと見続けちゃった系とかと、もっと昔のやつとか見たりとかで、まあこの辺のジャンルが詳しいんですよ。でずっと中国行きたくて、社内募集、社内募集して、これ結構昔ですね、2008とか9とかですね。そう、8とか9とかに募集したけど、ほら中国語喋れなくて、うん、パソコンもできないパソコン使えないから俺、Excel もできない、はい、Excel もできないし、まあ、パワーポはまあ多少つければ、うん、そんな大して上手くないけど、うん、僕代理店業だからちゃんとつかなくて、うん、みたいな状況だったから営業はできたみたいな、はいはいはい、だけどダメじゃないですか、うん、で本来はダメですよ。ダメって言われて、ダメって言われたんですね、やっぱり。おいおいおい、なんでダメなんだっていう話になるじゃないですかはいはい、はい、その時は例えば日本語喋れてもそのほら営業ができない、上手くない人もいるじゃないですか。まあまあそうですね、言葉ができるからって別に上手い下手ってそこじゃないじゃない、うん、ってことはその営業っていうのは言語じゃないんじゃないか、仮説を立てておほう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 、その営業マンの中でも、はい、多分中国のことを知ってる人がほとんど、中国映画で例えば必殺流星胡蝶拳って映画のことを知ってる人は誰もいないんですね。例えば他の歴史でもそうだけど、まあ、三国志もあんなもそうですじゃないですか、うん、三国志お好きですよね。好きですね。中国映画も好きなんですよね。中国映画も好きだし、中国ラップとかも好きなんですよ。ラップ、ラップとか中国のミュージックのラップ、ミュージックのラップとか、だから日本のジブラみたいなラッパーが台湾では MC ホットドッグっていうラッパーだったことみんな知らないじゃないですか余裕で知らないです。余裕で知らないじゃないですか、はい、でもほら俺は知ってるから、うん、ってことは向いてますよね。だって広告屋が中国で商売するのにほら中国のカルチャーを知らないやつが企画も立てられるわけないし、もっと言うとほら単なる新参者じゃないですか。はい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 、私は分かっておりますって、うん、中国人が来てた日本の人形見て、はい、例えば変な人形だけ見て、はい、あ、これは桶狭間ですねとか言ったらすごい感心するじゃないですかみたいな話ビビるビビるビビるみたいなのが分かってたっていうか、喋れないけどそっちは知ってたんで、うん、だからコミュニケーション取る材料はいくらでもあったなって自分で思ってて、なるほど、だからそこをね、なんか もっともらしく押し切った押し切ったんですよそれでじゃあ、はい、高山君行ってくれと。いや、それで一回、はい、1週間行けって時だったので、それがちょうど出張ベースですね。出張ベースで、それで初めて単月黒字になれるかなれないかっていうのが、あと日本円で100万円とか多分そういう金額だったんだけど、うん、とにかく単月黒字が1回欲しいと。あ、でちょうど重要重要、部署がちょうど変わる時で暇だったんですよ、うん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 、だから行けるじゃないですか、じゃあ行きますとかって、でそしたら売れたんですね、現地でセールスしたら、セールスしたら何が売れたんですか。ちなみにあのね、わけのわからない、はい、本当に聞いたこともない、はい、けど中国では有名な工業媒体、うん、半導体かなんかの会社
に売れたんですよ、その巡航が巡航が、はあ、でその時もその中国企業にやってほら喋れないから、うん、はい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 、その時はその日系企業に電話するんですよ、はい、もう電話するの日系企業テレアポですね、で喋れないじゃないですか、はいはい、だから日本語で言うんですよ、うん、すいませんっつって、うん、あの社長お願いしますっつって、うん、するとですね、はい、日系企業だから日本の本社からかかってきたかもしれないじゃないですか、あ俺がもしかしたら日本の本社の偉い人かもしれないじゃないですか、うんうん、そうですね、それが例えば繋がなかったりしたら、うん、変なことやって切っちゃったらって問題になるかもしれないから、うん、っていうのを予測して予測して高山ですとか言って、はい、あすいませんなんとか社長お願いしますって日本語で言うんですよ、うん、するとなんかあって変わっちゃったりするんですよ、でも普通かそんな営業なんか来ないから、うん、そういう日系の代理でもそんなにいなかったし、はい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 、そんな会社に多分電話多分しないと思うんですよ、そうですね、こういうことやってますみたいなのでなんか何件かアポ取って、うん、で行ってたら決まっちゃって、まずは意識的に日系を攻めたんですね、だって中国企業行ってもしょうがないじゃないですか、喋れないから、そうですね、だから喋れる人がいるのって日本人だけだから、うん、でちっちゃい会社とかだと日本人って一人しかいないですね、うん、現地の企業に、はい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 、大きい会社たくさん駐在員たくさんいるけど、あそうかそうか、でその人が社長だから、うん、だからもう本当に決まるんですよね、あそしたら結構要はアドベイズ本社はざわついたわけですよね、受注して その時はそこまでじゃないけど、うん、いやもうこれできますねって言ったら何か知らないけどもう一回試験するとかわけわかんないこと言われてで言ったら今度は2週間でそれ岡村さんが言ったんですかね、いやあの岡村さんはね意外と押してくれるんですよ、こういう時あそのね気概みたいな、ね、気概みたいな、で2回目の時はねその年間の黒字が出るか出ないかっていうのが、はいはい、あと500万円ぐらいだったんですけど、あで売れたんですよ、重要でもまた日系企業、日系企業リスティング、リスティング決まって、はい、それでもう完璧じゃんっつって4年半駐在したんですよ、4年半もいたんですね、はい、はー、まあ、楽しかったですよ、ということはもうアドベイズにいらっしゃる大半までいかないですけど、はい、結構な割合で中国でだからずっとアドウェイズの本社にいたの3年ぐらいで、うん、あとは中国とあとその後送りバントだからずっとアリを突きすんですなるほどなるほどなるほど、はい、岡村さん入社の時も面接する岡村さんのタイプを事前情報で見抜きそっちの演じて入り、まあ、演じるって同じなんですよね、あ同じなんですよ、岡村だから得意な人なんですよ演じるというよりははいはいはい、はい、やったみたいな、ね、だって9回に130点から逆転する映画が好きな人って絶対そんなことありえないから合理的な人ではないじゃないですかで俺も合理的な人間じゃないから、はいはいはい、多分そこは合うなと思って、あその部分に関してはそうだなと思ったんで、なんて言うんだろう、チャンスだと思って、うん、近しいから、なるほどなるほど、はい、いや高山さんあれだな、あのマーケティング能力が高く備わってますね、いやそういうので結構中国は行けちゃったんですよね行けちゃった、はい、でそこで、営業統括本部長まで上り詰め、はい、その後あのアドベイズ子会社で送りバント、はい、あの創業すると思うんですけど、これあの後半の方ではですね送りバントについて聞きたいと思いますので、ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いします。